策によってイゼルロン要塞を陥落せしめた自由惑星同盟は帝国領への遠征を決定した。動員される部隊は艦艇約20万隻、兵員3000万人に上り、現存する10艦隊中の8艦隊が出撃することとなった。これを迎撃する帝国軍元帥ローエングラム伯ラインハルトは同盟軍の栄光を避け、2ヶ月の間積極的な攻勢を行わず、焦土作戦に徹して同盟軍を疲弊させた。そして宇宙暦796年、帝国暦487年10月10日、満を持していた帝国軍はついに戦端を開き反撃を開始した。いよいよ出撃の時が来た。我が軍の総力をもって反乱軍を撃つ。全軍の士気は高まっており、前線への補給体制も万全となった。勝利はすでに確定しているのだ。この上はそれを完全なものにせねばならぬ。反乱軍の身の程知らずどもを一兵たりとも生かして返すな。その条件は整っているのだ。ケーラの上に大神オーディンの恩寵あらんこと。プロージット。まあいいや、ああもうこっちは全然何でしたけど、違うね、連年完封とキリギャスは合意してないからな。テンペルトとケンプか。
かなり帝国領内に侵入されとるな。ここまで侵入させるか。さあ同盟が似てるのかな。南艦隊がちょっと厄介だな。本当はルッツは連と合流しとったんだよね。その時は。そんなに高くねえな。うん、余裕余裕。簡単に決断するわ。1万6000か。あ、くそ、背後に回りやがったか。ヤン艦隊だな。ヤン艦隊は無視しよう。向かってきてるな。すごい厄介だな。よし、ほんと本部出てくる。まあまあ高えなこいつ。本部と出てくってそんなに能力高かったかな。そんな有能な指揮官ってイメージがないけど、ヤンがちょっと厄介だな。S やからな、式がやべえな。中央に上がってるね。いやー、うざいなー、ヤン艦隊。くっそー、少数で負けてるな、今。集中砲火したのか。
またヤンカンタイ邪魔しに来た。くそ。先にこのルフェブロをなんとかしよう。厄介だな、ワーレンの方に集中砲火してきやがる。もう一人瓦解するわ、ルフェブル艦隊は。艦隊も壊滅状態だな。いいぞ。絶対逃がすか。てめえは逃がさない。第13艦隊も。さっきもこいつ消滅させるか。艦隊にちょっと打撃与えとこう。逃げやがった。くそ。本当艦隊ハード。なかなかしぶといね。程度を倒すかも先に。うん、本当程度を倒した方が早いかも。
武者全滅、あとヤンカン隊のみだ。で分離機能使って包囲戦滅してしまおう。なかなか包囲させてくれるな。なんかみたい。続きは ここはちょっとここで倒したいな。やくそ逃げやがったか。ちくしょう、ちょっと一旦切ります。